皆さんこんにちは、シュガーです。今日は自粛中にデブは毎日筋トレしたらどう変わっていくのか、2日目です。体の測定してなかったんで、二の腕が30センチ、バストが95センチ、ウエストが84センチ、ヒップが92センチ、太ももが56センチ、ふくらはぎが36センチでした。1週間に一度測っていこうと思って、どれぐらいまあちょっと変わっていくのかっていうのを検証していきたいと思います。体重は今日の朝は 63.2 でした。本当に数グラムずつしか変わってないんですけど、それでもねちょっと多分ここに載せると思うんで、グラフをね、またぜひアプリで毎日体重管理してみてください。で、今日やる筋トレは肩です。 YouTube で調べてみたんですけど、 JJ フィットネスさんっていう方が5分間で簡単なトレーニングを投稿してたので、今日はそちらを参考にしてみたいと思います。今日もみんなで一緒に筋トレやっていこう。では皆さんで肩のトレーニングやっていきましょう。全部で5つの動きがあります。で、1つに関して1分間ずつやっていきます。これを連続でやっていきます。2つ目の動き、バンザイをします。で、バンザイするときに手をひっくり返します。で、下ろすときはこう、上げるときこう、これを繰り返す。で、次は手を横にします。そして下げて上げて下げて上げて、押したときに手をひっくり返します。3つ目、パスパスダンス、パスパス。次がこうします。で、上げるときに上げます。手のひらを返していきます。戻します、返します、返します、返します。最後は手を後ろにやります。この時はひっくり返しましょう。手のひらが上を向くように斜めに持っていきましょう。このまま手をひっくり返しながら斜め前、そしてセンター、後ろ、横、前、この5つの動きをやっていきましょう。それでは一緒に皆さんやっていきましょう。フィスパートです。はい、繰り返す、繰り返す、繰り返す。最初はね、これ結構簡単だなって思うと思うんですけど、結構ね、半分過ぎたあたり、30秒過ぎたあたりから結構きつくなってきますね。
そうですね。どうしようね、これ本当に。
集中したいな、うん、痛いもんめちゃめちゃ痛い。これをさ超えたらさ、なんか見えるのかな先が。もうなんだろうね、この先にあるものって何、あの自分の筋トレ、うん、なんだろう、もうね、あ、3、2、1、あ、次が、あ、カツカツか、もう痛すぎて、あ、朦朧とします。皆さん理想の体とかありますか？私はね、格闘ゲームが好きなんですけどね、ストリートファイターのキャミンちゃんってキャラがねすごい好きで、あのキャミンみたいになりたいからこれ筋トレ始めたわけですよ。うん、お客様も来ないしね、うん、空いてる時間といったらゴロゴロしてるよりは1日ね10分でもこういう筋トレに使って頑張れたらいいなって思って始めたんですけど、もう心折れそうだ、うん、折れそう。ラスト10秒だ。 OK、 いくよ、はい、頑張っていこう。あ、あ、2、1、はい、次は、なんか手が動かなくなってきたぞ、なんかしびれてる感じがするぞ。あ、いやー、きついよ、助けてマジで、助けて、ちょっと動いちゃう。あ、回転しなくなってきた腕が、あ、限界だ、でも限界超えるぞ、こうやってこう、あ、声出さないとね、もうね、超えられないんだ、この壁が、もう30秒、残り30秒だ、よし、頑張っていこう、あ、これが終わればラスト1分だぜ、よし。行くぞ行くぞ行ける。あ、もうダメだ、痛い、ダメじゃない、ダメだ、ダメじゃない、あ、もう無理だ、痛いだ、指が飛んで手首か、あ、回転しなくなってきたぞ、お、やばい、これだけの動きなのにこんなことが、あ、2、1、はい、行きます。回転させて前行って行こう、回転させて前行って横、こうして前に行って、こう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 、やばい、これしか言えなくなってきたぞ。っていうかもうさっきからやばいと辛いしか言ってない。いや、でも30秒、残り30秒。みんな頑張っていこう。頑張っていくぞ。行こう。限界のその先、いやでも意外とまだ限界じゃないかもしれない。手が上がる、手が上がる、じゃあ限界ではない、まだいける、まだいけるぞ、みんな頑張って、頑張れ頑張れ、あー私も辛いよ。10秒9 8 7 6 5 4 3 2 1、お疲れ様でした。じゃあまた明日もトレーニング頑張りましょう。じゃあね、バイバイ。